こんにちはロハス TV の時間がやってまいりました、えー、今日はですね、えー、クロガリンダの原料でありますこちらクロガリンガルのですね、えー、苗をいただきましたので、えー、それを植木鉢に植えてそしてどんな花が咲くか、えー、どのように育っていくのかっていうのを、えー、観察したいと思います、えー、苗はですねこんな形をしているんですね、えー、ま生姜の 親戚ということなので、えー、本当に生姜によく似てるような、えー、植物になっておりますそしてこれをですね、えー、ごめんなさいちょっとあらららおかしくなっちゃった片手でやってますからちょっとおかしくなりましたけれども大体いい約5センチぐらい穴を掘りましてそして、えー、こちらですね、えー、芽が出てる方を上にしてそして、えー、こういうふうな形で えー、土をかけてやりますね、えー。そしてお水をかけるという形で、えー、ございますさて、えー、どのような、えー、葉っぱが出てどのような花が咲くのか楽しみですまたご報告しますねだいたい鉢は、えー、4つ作ってやりますさよなら